さあ乱世の会の三国天武道家でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は軍団戦ダイアリーです。で、対戦軍団は韓国の軍団さんなんで、なんてお読みするのかはわからないんですけど、この軍団ってね、僕あんま当たった記憶ないんですよね。国戦の履歴っていうのもちょっと失礼、軍団戦の履歴っていうのも見てみたんですけども、残ってる限りでは一回も当たってないですし、国戦でもですね、この残ってる履歴で1回だけ6組で当たったんかな。で、6組で1位を取ってた軍団ということになってるんですけど、その時うちはこの軍団とはもうかなり離れてて対戦することはなかったということになっております。で、メンバーのスペックを見るとそんな強いんかなっていう感じだったんですけどね、勝てるんちゃうかと思いながらは戦ったんですけど、まあ、勝ち数はうちの方が1勝だけですけど負けてるという形になってますね。ただ人数がちょっと少ないですから、これはいけるんちゃうかと思いながら戦ってまいりました。そしたらリップの方を見ていきましょう。はい、第一出生です。レベル167の相手から削りの出生ということになっております。とりあえずトラを出して、で、同盟軍爆衛が釣れるところからはまあちょっと虎は後の方に出したという感じですね。で、虎が一つの施設を壊した後に流れていく方向っていうのを見定めた後にこう追加で調整の虎を出してるという感じになってるんで、割とええ感じで壊れたんじゃないかなと自分では思っております。でね、性能値をね1体減らしました。今まで5を使ってたんですけど、4に今しております。なんでちょっとギリギリ感はあるんですけども、ただね、5にしてたら結局うんちゃんのその凍結が発動することもないぐらいですね、回復量っていうのが多くなってきたので、だったらうんちゃんをつける意味すらなくなってくるっていうことになってしまいかねないんでね、それやったら性能値を減らして他にコストを割いて、もうちょっとギリギリまで、この攻めの方にですねコストを振り分けれるようにということで1人減らしております。で、弓騎兵が25入ってたので割と月影が長いことスキルを打ってくれましたね。で、歩き出したので文王を出して、右側のこの辺りですね。で、転移で盾を取りつつ、で、主君は上から出してます。なんで周囲を守りたいということですね。これは上にあんまり壊したい施設がないと、下にはたくさんあると、けど憑依台もあるとなったら転移と周囲でタッグを組ましたらどうかというところですね。で、突っ込んで、もうノートが発動しましたね。かなり余裕のある展開になってると思います。で、援軍の虎は丸々置いてましたし、武将も生きてるということで、これは決まったなという感じですね。はい、もう残った兵糧を虎が壊すぐらいまで余裕があったということになっておりますね。あとはここだけ壊したら OK という感じです。はい、武将も、月英と文王が生き残ってるということで、かなり余力を残してのさら地になったんじゃないかなと思います。そしたら次のリップ見ていきましょう。はい、次はレベル172の方から占領の出生ということになっており、削りの出生ということになっております。で、外に結構壊したい施設が多かったので、今回は虎をかなり大量投入しております。で、同盟軍爆衛が左側にあったので、左から釣るのは最後にして、で、右から月へという感じですね。左から出すとなったら、まあこう施設を壊しながら援軍も釣れたんですけど、あんまこれ壊したい施設がない上に、この金庫台やらこの改造投石車で、さらに支流もいるということで、これ左全然壊れていかんやろなと判断して右から出すことにしました。これが吉と出るか凶と出るかというところですね。で、1回目のスキルでもう煉獄塔が壊れたっていうぐらい、事前に虎で施設がたくさん壊せたので、事故の確率がまた1つ減ってね、これはいい展開なんじゃないかなと思います。ちょっと2強が邪魔ですね。凍らされて壊されてという形になりそうなんですけども、まあ今のところは割と中の方しっかり壊れてってるんじゃないでしょうか。で、左から文王を出して、ちょっと早めに出したのは援軍がね、そこまで、まあちょっと使える援軍じゃないというか、数がねあんま入ってなかったというところですね。で、上主君で、下周遊という感じですね。
で、転移です。はい、ちょっとバスクリーンを月影で発動できなかったのが痛いという感じですね。で、一応援軍の虎置いてたのを同時に出して、今回もかなり余裕がある展開になりそうですね。これで能高が発動ですね。はい、壊れてしまいましたね、城がね。あと施設2つと、もうここ2つだけですね。もう慌てることないですね。いやー、こんだけこうポンポンとさら地が取れりゃね、気持ちがいいんですけどね。いや、いかにやっぱり伊達天さんが硬かったかというところですね。もう先週の軍団戦ダイアリーはもう見返したくないレベルなんでね、本当にひどかったんですけど、これはね、僕の調子が戻ってきたというよりはやっぱり硬さですよね。レベルじゃないなというのがすごい分かっていただけるんじゃないかなと思います。そしたら次のリップ見ていきましょう。第3出生です。レベル171の方から削りの出生ということになってるんですけど、僕この陣形割と得意なんでね、いけるかなと思いながら出生しております。援軍は勇士と弓騎兵ですね。あまり嬉しくはないですけど、まあ、入ってないよりは全然いいかなという感じですね。あ、割と弓騎兵の割合多いので美味しかった感じですね。勇士5とかいうパターンが一番面白くない感じですけどね。勇士4なんでね。で、右から出してるのは割と右側が空白多い感じで、白から遠いんですけども、まあ壊したい施設右多いなということで右から出しております。ただまあ左からこう出して3枚取るパターンっていうのも十分あると思いますけどね。多分右から分を出してもそこそこ壊してくれると思うんでね。武将が遠いんで月へと同じぐらい壊してくれると思うんで、まあどちらでもいいかなと。で、下で分をですね。で、左周遊で、うまいことその月影とかが煉獄とかにかかる前に転移突っ込まらせたらなというところですね。で、転移突っ込んだんですけど、これ月影がね、この憑依台にターゲット取られちゃうんですよね。これでなんとか壊れてくれたらなと思うんですけど、ここで凍らされて憑依台もノーダメージということで、月影もこのまま死んじゃいそうですね。はい、死んでしまいましたね。これがどう出るかというところなんですけど、城へのダメージはわずかしか入ってない感じですね。で、ここで主君が死んでしまいました。で、ホーストは天下で壊されたんですけど、もうこれはきついですよね。いやー、月影が憑依台にかからんかったらもうただその一つだけという感じですね。あとスキル一発でも打ててりゃなんとかなったと思うんですけどね。その一発がまあこの大きな歪みとなってしまってるという感じですね。一応 98% まで削れて能高も発動させてるんでね。で、さらにあと10秒で城の方のダメージっていうのも、まあ、3分の2ぐらいは削ったかなというところで終わりということなんで、これ月へあと一発打ててたらね、いけてたんじゃないかなと思うんですけどね。タイミング悪かったですね。あと狙う武将も悪かったという感じがします。これはね、周囲を守るために転移を周囲と同じ方向から出してるんですけど、それがあまり良くなかったかなという気がしますね。もう右とか右下とかいうところから出してれば、まあ盾としての機能は全く果たさなくなってしまうんですけども、がっちり憑依台のターゲットは取ってくれたんじゃないかなと思います。でね、3枚3枚と来てたんで、これが悔しいって悔しいってしょうがなくてね。で、兵回復するのを待ってたら多分もう誰かが削り終わってしまうだろうと。で、ここはもう攻めることができないということになりそうで、それは嫌だと、なんとか3枚取ってやるんやいうことで、武将と兵を原砲でね、補充して即第4出世行きました。そちらの方を見ていきましょう。いやー、この性格直した方がいいですよね、絶対ね。ただでさえ美課金なのにこんな原砲の使い方したらダメですよ。で、ここも丁寧に行くなら一回この勇士とか弓騎兵を左に寄してから施設壊してもいいんですけど、そんなに大量に施設壊さんとこと。で、
点突っ込ました後にトライを受け出そうと思ってるので、もうわざわざ右には寄せてないという感じですね。で、出し方は全く同じでいってます。もう月へあと一発スキル打ててたらいけてたのになっていう風に第一出生、まあ第三出生ですけど、さっきの出生で感じたので同じ方向から出しております。ただ先ほど言った転移の出す位置、右とか右下ぐらいから出せばっていうのは、実行してないという感じですね。そこまで考えたのは自分でリップを見直してという感じですね。なんせとにかくこの時は慌ててたっていう感じです。で、分を出して、で、転移ですね。で、周遊という感じです。でね、主君をね、周囲で殺したろうかなと思ったんですけどね、うまいこと逃げられてしまいましたね。で、ここでまーた氷台にかかってるんですよ。もうバカでしょ、同じ過ちをなんで繰り返すんやと。で、手に突っ込ましたんですけど、周囲が主君をね、殺そうと思ってスキル打っちゃってるんで、主君が釣られてるんですよね。しかも殺すんにもたついてたせいで転移が全然機能せんかったということで、さっきよりひどい展開になってるんじゃないですかこれ。いやー、お粗末ですね。もう情けないですね、こうやって見てたらね。何も学んでないですよね。で、まあさっきと似たような状況になってるっていう感じですね。まあ壊れんでしょう、これでは城は。一応ノータカは発動させれたんかな。はい、発動しましたけど、そこでおしまいという感じですね。はぁ、なかなかグランドスラム言うたら決めれんね、これね。初日が3枚3枚と来てたんでね、意気揚々と2日目頑張ってみたんですけど、しかも原砲160ぐらい使ったんかな、それでも3枚取れないというね、非常に悲しい結果に終わってしまいました。そしたら奪還見ていきましょう。はい、レベル173の方から奪還の出世になっております。もう長いこと奪還失敗してるんでね、もう今回こそは決めたいという感じです。かなり丁寧に攻めてます。だいぶトラ抑えたつもりなんですけどね、これでもまだ、余ってる感じなんですね。もうちょい減らしてもいけたかなという気がします。難しいですよね。で、ここの流星度の方にトラを注力できてたら、月への第一スキルっていうのが煉獄島にターゲット取ると思うんで、もうちょいこの月影を安定させれたのかなという気はしますけどね。まあここで流星度を壊すので、この次は煉獄島に行ってくれるでしょうね。で、これ左から手に出したのは主君を守るためなんですよね。ただあの出す位置が悪くて即煉獄にかかってしまいました。これは良くないですよね。ミスったなと思いましたね。なんぼ転移の体力が高くても煉獄に長い間かかり続けるとやっぱり死んじゃうんで、はい、一回死にました。で、泣く泣くスキルを発動したという感じですね。で、さらにここでね、僕援軍をもらってないんですよ。援軍もらうを忘れて出世してるんで、転移出したと同時にこう援軍の虎を出そうかなって思ったら、あれ、いないとなって、いやもう何をやってんねんって、もう本当に嫌になりましたね、自分のことがね。ただノータカは発動できました。で、壊した施設も大方壊れてて、で、文王が城を落としてくれたので、なんとか奪還は成功しましたね。あとは3枚取れるかどうかというところですね。なんでこれ援軍が入ってたらもっと余裕だったでしょうね。いや、情けない。ちゃんと調べる必要、調べるべきでしたね。だいたいその原砲を使って慌てて出世したとかしてね、でさらに失敗して、でその失敗を引きずって援軍をもらうのを忘れてるっていうね。だいたい援軍使ったら即次の援軍もらうようにしてるんですけども、その昼の削りの出世の後で援軍をもらうのを忘れてるのが、まあ、今回援軍が入ってないという結果に終わった理由なんですけどね。まあ結果オーライですね、3枚取れたんでね。ただギリギリの戦いだったら悔しい思いしてたでしょうね。援軍あったら取れてたのにみたいなことも絶対ありますので、援軍はきちんともらうようにしましょうって今見てくださってる方に言うようなことではないかなと思うんですけどね。そしたらベスト奪還見ていきましょう。
はい、今週のベスト奪還は我が軍の軍団長ラブ4さんですね。で、右側の施設を虎で壊しながらもう左から宿を出してます。これはですね、相手の援軍が性能士だからということになってるんですよね。この陣形って性能士の援軍だと非常にやりにくいんですけどね。ただなぜこの陣形がやりにくいかと言ったらですね、煉獄とか氷遺台にすぐ月影がかかっちゃうっていう部分があると思うんですけど、割と中心付近にこんな感じで固まってるので、その分若干やりやすいのかなという感じはしますけどね。で、天意を突っ込まして、もう下の周囲はね、ちょっと周囲と曹操にかかって死んじゃってるんですけど、なんとかそのこの煉獄さえ壊れてくれたらね、あの月影が長生きしそうですよね。あと一発っていうところですね。で、ここでスキルを打って壊して、ノータコは発動しているという感じですね。で、こっからですね、割とこの射撃塔とかが残ってて鬱陶しそうな感じはするんですけど、こっから先行力が問われてくるんじゃないかなと思いますね。はい、壊れました。ノータが発動できてるのは大きいですよね。で、右上から太平出してます。こっちから出した場合は支流にかかるので、はい、問題なしですね。で、やっとこさ城が落ちて、あとはこの金庫台、金庫ですねが壊されたらというところですけどね。いやー、ギリギリはギリギリなんですけどね。それでも僕は相手性能士でこの陣形って言ったらまず攻めないんですけど、多分団長はもう奪還が終わる前ぐらいにね、いつも攻めてることが多いんで、こういうところしか攻めるところがなかったんでしょうね。それでまあ出征して決めてくるということで、お見事だなと思ったので、今回ベスト奪還とさせていただきました。そしたらうちが3倍取れたリプっていうのを見ていきましょう。
私のプレゼント。私と共に。
はい、いかがだったでしょうか。今回はミッタマイヤーさん、ドライハードさん、ミニドラさんの3名のリプっていうのがね、3枚になってなかったということで紹介できなかったのが残念なんですけども、結構3枚取った方多かった、まあ奪還戦になったんじゃないかなと思います。そしたら最後、うちが勝てたのかどうかというところなんですけども、はい、圧勝ですね。相手のポイントが500切るっていうような状況になったら、もうこれは圧倒したと言うていいんじゃないかなと思います。まあ人数もね、やっぱりちょっと相手さん少なかったっていう部分があったので、まあしょうがないのかなという気がしますけどね、なんとか勝ててよかったかなというふうに思ってます。軍団戦のね、報酬っていうのもかなり良くなってるのでね、国戦で勝つ、まあ楽しいはね、やっぱり国戦の方が楽しいかなと思うんですけどね、どうしても勝ちたいというのはやはり軍団戦の方になってきてるんじゃないかなと思いますけどね。ずーっとこのシステムでね、長いことやってて、まあ3枚こう簡単に取れてた時代っていうのはですね、もう少し縦の数ですね、今だったら7枚になってますけど、あれを増やしてもいいんじゃないかとか、城の数増やしてもいいんじゃないかみたいな、まあご意見考え方あったと思うんですけどね、今またちょうどいい感じになってるような気がしますね。今回も、全占領されんかったんかなということで、結構全占領するのがその施設のレベル上がったり人口のせいできつくなってきてるんでね、またこう調整、これを基軸として調整してんのかなっていうぐらいね、なんかずっと変わってないですけどね、まあ、勝ててよかったかなと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただけた方はですね、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。